G7 ・主要7カ国の首脳会議は凍結しているロシアの資産を活用して7兆8000億円規模の基金を立ち上げるなどのウクライナ支援策について合意しました自国第一主義など欧米で右派勢力が拡大する中 G7 としていかにウクライナ支援で結束を示せるかが課題でした初日の議論にはゼレンスキー大統領が招待され g7 として新たに復興のための基金を立ち上げるほか、ロシアへの制裁のさらなる強化で一致しました。北総理は北朝鮮に加え、中国インドなど第三国の団体に対して新たに制裁を検討していることを説明しました。g7 をはじめとする同四国と連携し、ウクライナを強力に支援してまいります。 一方、岸田総理はゼレンスキー大統領とおよそ1年ぶりに対面で会談し、殺傷性のない装備の提供など支援を続ける方針を確認する二国間文書に署名しました。ある官邸関係者は、文書自体にそれほど意味はないが、協定を結んだ国の数や文書の分厚さをロシア側に見せつけることに意味があると話します。 岸田総理はスイスで行われる平和サミットにも参加しゼレンスキー大統領とすぐに再会する予定です。